テロリストの少年電磁鞭の大味は果たしてスメラギグループに歯向かうなんて。おばたちゃん、目的はうちの電のアイドル、モルフォちゃんのデビット。いや、抹殺ってところかしら。今や企業の広告塔の枠を超えて大勢の人たちに愛される国民的バーチャルアイドル、サイバーディーバーモルフォ。 私も大好き。新曲は速攻ダウンロードしてるわ。だけど残念、モルフォちゃんは今頃輸送列車の中よ。絶望した。フェザーの目論見なんて全部お見通しってわけ。これは尋問なんかじゃないの。あなたみたいな可愛い子をいたぶりたかっただけ。つまりは 趣味さあ少年、いい声で泣いてプリーズ。そうか、ターゲットはもうここにはいないか。無傷？高圧電流を流した電磁鞭なのよ。なんで平然としていられるの。僕に電撃は効かない。この雷光、 まさか、セブンス。死にたくないならそこでおとなしくしていてください。雷撃のセブンス。まさか、あなた、ガンボルト。さようなら、変態の子さん。情報提供感謝するわ。ガンボルト。まさか、あの。噂が何を言うか理解して。おっしゃっているのか。 コードネーム GV ガンボルトよりシープ3、回線開いて。こちらシープ3、無事だったのね、ガンボルト。ええ、チームに情報の修正を。ターゲットサイバーディーバーは別のポイントに移動中。これから施設を脱出、ミッションを継続してターゲットを追いかけます。ちょっと本気？罠の可能性だって低くないのよ。こちらシープ3だ、了解した。 GV はそのままミッションを継続。シープ3は情報をキャッチ次第こちらへ連絡を回してくれ。分かったわ。 GV、 無茶もほどほどにね。シープ2も目標を変更。 GV のサポートを頼む。ヘイヘイ、こちらシープ2、聞こえてるぜ。まあ、いつも通りってことで。シープ2からガンボルトへ。命は大事にしな。そうすりゃ一生使えんぜ。了解、善処するよ。 全処するって本当に分かってんのかね。これよりサイバーディーバー抹殺ミッションを再開する。グッドラック。捕獲した少年が脱走したわ。すぐにエレベーター。操作は忘れていないか。今のうちに確認しておくといい。雷撃輪を使っていないときは敵の攻撃を自動回避。カゲロウが発動。体力に不安があるときは カゲロウと言えと永久にダメージを無効化し続けるわけではない。エレベーターが作動していない。送電を止められたのか。この装置から直接電気を送り込めばエレベーターは動きそうだが、まずは装置にショットを当ててロックオンしてから。雷撃輪で電気を送り込めばエレベーターを動かせるはず。 その施設に停車しているスメラギの専用列車にターゲットが積載されているみたい。ところで GV、 EP エネルギーの残量には気をつけているか。お前のセブンス、雷撃のエネルギー、それが EP エネルギー。EP エネルギーは時間とともに自然回復するが、下を2回押せば即座にマックスまでチャージできる。ただし EP が0、オーバーヒート状態の時は EP が自然回復しきるまでチャージできなくなってしまう。注意しろ。 EP エネルギーが減ってきたら1回切る前に下を2回だ。忠告感謝するよ、アシモ。脱走した少年が最上階に現れます。あなたなら閉じる前にダッシュで走り抜けられる。こちらシープ2、マットピンを破壊。カゲロウは
ートモノリスを破壊すればエリアクリアよ。了解、目標を破壊します。うまく列車に取り付けたようだな。サイバーディーバーを戦闘車両の中と。列車から落ちんじゃねえぞ、TV。ま、お前なら落ちても案外クリスに知れるのかもしれねえ。あれがテロリズム。まだ子供じゃない。方向よりレーダー反応。大出世だよ。敵を捕捉した。思っていたほどじゃなかった。クソガンボルト、化け物め。このままじゃ突破される。司令本部、応援を頼む。この車両にサイバーディーバー、モルフォのプログラムコア。これは、これがモルフォ。そんな、これは。あなた、あなたは研究所の人じゃ。この声はテレパシー。君がモルフォなのか。私はこの子の思いが具現化したモルフォという名の幻。あなたプロダクションの人間じゃないんでしょ。お願い、この子を、私をここから連れ出してくれない。こちら GV、 ターゲットと接触しました。再度情報の修正を。サイバーディーバーはプログラムデータなんかじゃない。小さな女の子のセブンスです。
何ですって？少女に敵対意志はなし。スメラギに拘束されているものと思われます。スメラギの奴らえげつねえことしやがるぜ。これよりミッション内容を変更。彼女を救助。いや、変更はしない。その子を抹殺しろ、GV。 ハシモフ、すぐにスメラギの増援が来る。君は罠かもしれない少女を抱えたまま戦うつもりか？仮に無事に済んだとして、その後はどうする？フェザー、武装組織に彼女の居場所があるのか？それは…それなら私を殺してください。もうあの人たちのための歌は、みんなを苦しめる歌は歌いたくない。だからいっそ私を殺してください。この子は、この子はあの頃の僕と同じだ。アシモフに助けてもらったあの頃の、迷うことはない。簡単に命を投げ出すな。君が自由を望むのなら僕が力を貸す。僕は君を助けたい。君の本当の願いは何？私は外の世界で私の歌を歌いたい。 OK、 それが君の願いなんだね。アシモ、僕はフェザーを抜ける。かつてあなたが僕に自由をくれたように、今度は僕が彼女の力になる。それがお前の選んだ自由か、ガンボルト。ええ、了解だ。組織に規律を乱す者は不要。これよりコードネーム GV をフェザーから除名する。ちょっとちょっと、二人とも何を言っているの？そうだぜ、二人ともどうかしてるんじゃねえか。いいんだ、モニカさん。ジーノも今までありがとう。スメラギの増援部隊は我々フェザーに任せてもらおう。今の君は我々フェザーとは関係のない一般市民だ。グッドラック。ありがとう、アシモフ。羽、あなたは天使？僕は GV ガンボルト。君の名前は？私はシアンです。これが私と GV の出会いでした。私はきっと生涯忘れることはないでしょう。私に自由をくれた青の翼のことを。たとえその自由が束の間のものだったとしても。